どうも、ゆうさです。はい、さあ、試練ですね。これ、属性は闇攻撃なんですよ。まあ、なので、まあ、私の一番得意なところでございます。はい、って言ってもチェインとかはないんですけど、ベアさんですね。はい、いきます。なんかね、説明少ないし、なんか状態上とかもない、書いてないんで大丈夫かなと思います。シェルがプロテがいらんね、いらんよな。リレーズとかにしとくか。まあちょっと怖いのは、その状態上じゃない、防御無視のダメージとかがどれぐらいかなんですけど、まあ一応それ警戒で、セッツァー、うちの特攻隊長セッツァーを連れてきてるんですよ。まあほんと強いんで、ここでもう攻撃力落としきってもらおうかなと。ワンサンセッツァーコンビで攻撃力落としきってもらおうかなと思ってます。はい、で実は、初見じゃないです。はい、ちなみになぜ初見じゃないかというと、闇雲さんが、シチューカツを開幕で歌はって、あ、間違えてるっていうので戻っただけです。はい、改めてメメントを積んできたと。はい、でまあまあ、あのレインズでも良かったんですけど、普段このパターンレインズ連れてくるんですけど、まあ闇雲さんバーストだけじゃなくて一応まといもできて、でまあオーバーフローもこの間手に入れたんで、まあオーバーフローを使いたいなと思って、一応知れとるな。はい、これがだから、この攻撃がどれぐらい強いかですよね。これがあまりにもやばかったら、ちょっともうちょっと考えないといけないですけど、ショック、危な危な危な。まあここからこう落としきってもらいたい、攻撃力を落としきってもらいたいのと、あとはペナブレで、もういきなり開幕弱体化しちゃいましたけど、ペナブレで弱体化確率を下げるという感じですかね。弱体化してからのそのいかつい攻撃っていうのが多分一番やばいんだろうと予想されるんで、もう分かんないですけど、うん、1来る、怖い怖い。ここで死ぬかどうかでしょ。死ななければなんとかなるし、まあ、死んだら死んだでなんとかします。プライムハザード、これがどれぐらいくらい、3500弱平均ぐらい。はいはい、ちょっと回復しましょうか。踏みとどないんで、延期と、よいしょ。もう多分ギルガメッシュより回復してもらってると思いますね。ギルガメッシュ本人よりもお世話になっている延期と。よし、セブンフラッシュいく。さんたまる、そして床闇行きましょうか。特に問題なくいけそうやけど、ショック、こっちはセブンフラッシュよ、こんなもんは。いけ、まあまあまあ攻撃力は別にあれなんですけど、弱体回避できたのがデュースとワンさん、あとは入っちゃってますね。エアロラ、床闇行きます。あー、まあまあまあ、もうほぼ完走してるわ。キル仙台が出ちゃってるんで相当効いております。ナイス、ケアルラだ。バースト行きますか。バースト行って、まあ、反射は別にいらないですけど、クリムゾンクロス、これがね、なぜね闇摂氏が強いか、割と強いか、このまずダブルなのにもかかわらずアビリティを1個しか使わないというこの省エネ感、そしてそのダブル発動にもかかわらずそこにも短縮がかかっているという速さ、ダブルに対する速さ、よいしょ。そして条件次第ではダブルの条件が全く消えないというその後ろめたさ、ずっとそのまんま行きますからね。泡ついてる状態のまんまで、ここが短縮入んのよ。
この短縮が入るってことが強いのよ。ストックブレイク全然食らわへん。よし、もう本当にセッツァ様々で全然食らわへん。はいよ、じゃあそしてこのマイナス HP マイナスされるというデメリットをとうまく噛み合ってるこの泡とあと、レゼダイっていうね、早く追加レゼダイ欲しいな、レゼ待て欲しいな、暗黒アビ中確率2倍こんかな、低確率でいいから2倍こんかな。あ、こっちか、こっちが真のクライムハザード。でも楽勝でしたね、しのぎ切ったぜ。 OK、 死ねえ、泡切れてないからね、泡が切れてないんだよ。よし、お前たちナイス。え、弱いな、あのね、4ですよね、あの試練でいうところの4のとこにおったあのいつものアントニオ・バンデラス的なやつ、あいつの方が強かったです。で、あいつもまあ面倒くさかっただけなんですけど、はい、弱い、さすがに弱いわ。まあダメージさえ気にしてりゃいいっていうボスなので、ちょっとなんか一昔前の強いボスみたいなのをなんかちょっとだけ思い出すような雰囲気のやつですね。はい、セッツァー大活躍ということでありがとうございます。闇っぽいから属性もらえるなら闇もらえるんちゃうんっていう開示的なポジションですからねこいつは。はい、ということで試練完了。うん、まあ属性系はやっぱ魔石やってると、うん、余裕ですね。はい、もうちょっと難易度高くてもいいかもしれない、追加に期待ということで。では見ていただいてありがとうございました。